伊関久保、立て房、リマプールの10番にぴったりな選手とリマプール専門サイトがベタ褒めきた。リバプール専門サイト、この夏のマーケットでクラブが実現すべき3つの補強と題した記事で、獲得すべき3人の中の1人として、久保選手の名前を挙げた。23歳の久保は天性の右ウィングというだけでなく、攻撃的 MF としてもプレーしてきたと期待している模様。米印ファンの反応。移籍先がトッテナムじゃなくリバプールなら素直に嬉しいんだが、リバプールは監督が変わるからよくわからなさすぎじゃね。同じように不透明なら低迷してるマンユーに行く方がいい。まあどうなるんやろうな。リバプールへ移籍したと同時に将来マルサイ復帰する扉も大きく開かれるんだが、何よりも出場機会を重視するならマドリーという選択肢が弱くなるのは仕方ないけどね。どっちにしても全ては久保の意思次第やし。でもスパーズは行くわけないし、リバプールはサラー残留濃厚で面倒いし、移籍するにも微妙だな。トッテナム行くくらいなら残留でいいけど、リバプール行けるなら絶対行ってほしい。リバプール2回たったやん。今回で3度目、これってマジ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。